たまにはいいだろう。行き当たりばったりも。そういえばお前、気になる映画があるって言ってなかったか？まあ、ゆっくり考えろよ。時間はたっぷりあるし。お前は主婦目線か。いや、ランチだからって侮れないな。白ワインが入ってるのか。いや、でもここまで火を通せば風味も飛ぶだろう。いいからちょっと待て。もう少しでこの味の謎が解けそうだ。そういえば最近こういうカフェは雑穀米が増えてきたよな。洋食もいいけど和食でもワンプレートっていうのは。しっかり味わっておかないと、レシピがわからないままだからな。バルサミコ酢か。いいアクセントになってる。こういう使い方もあるのか。この味を家で表現するのは難しいか。いや、不可能じゃないはずだ。下ごしらえさえきちんとやっておけば。おい、中身が変わってるぞ。そんなわけないだろう。明らかに品数が増えてるぞ。他の奴なら許さないところだが、ま、お前ならいいか。